はい、おはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は5年生の常用漢字の預けるですね、説明をしていきます。まず中心を見てください。特別中心に被るようなことはないですね。中心合わせぐらいで最大の内側がいいですかね。はい、大体半々ぐらいで、まず間ですね。カタカナの間を、上下、書きたい上下の3分の1ぐらいのサイズですね。あんまり小さくてもかっこ悪いので、ある程度のサイズで書いてくださいですかね。少し、中央寄りですね。はい、そこまで気にする必要はないです。はい、少しだけ中央寄りに書くということですね。で、そしてここ電車通ります。ふっくら右上がりで左側を長くですね。で、ここ足長く跳ねますですかね。絶対に上より下の方を大きく長くしてくださいね。はい、左を長く。はい、続いて頭は一緒でいいです。隣と一緒。ここもふっくら右上がりで、中央からのの字を少し長めに書いてください。ここ3点が合流しないようにここに書きたくなるんですけど、ここですね、のの途中です。はい、これができるだけでもだいぶ上手になりますね。の書いて一度押さえ直してギューとまっすぐ、もしくは少し左上の方に持っていきます。で、こののの途中からふっくら右上がりで、ここまっすぐですね。少しはみ出すようにデザインしてください。こちらより長くですね。で、右上がり右上がり右上がりで、この幅を揃えて、3つの幅を揃えて、で、最後は少し長めに、少しはみ出すとかっこいいですね。ですかね、幅を揃える。で、ここ隙間開けるとちょっと大人っぽくなります。で、一度押さえてハの字ですね。ハの字あんまり開きすぎないようにしてくださいね。この上の字よりも少し内側から始まってもらって開くという感じですね。で、高さとしてはここの足よりも少し、高い位置で終わっていただいていいと思います。合わせなくていいです。はい、それでは2回書いてみます。間をそれなりのサイズで書きます。ここもふっくら右上がり、ふっくらですね。ちょっとで、ふっくら右上がりでちょっと一度押さえて、ちょっとまっすぐよりはちょっとこう右の方に丸くなってますね。頭は揃えて一度押さえて、一度押さえ直して、のの途中から幅を揃えて右上がりですね。で、こちらが長くても大丈夫です。いいですかね。もう一度左側長く、ふっくら右上がり、頭揃えて、ふっくら右上がり、中央からのを書いて、一度押さえ直して、ふっくら右上がり、ちょっと長く、幅を揃えて右上がり、下長くで、ハの字ですね。こんな感じです。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。